パセラのちょこっとラジオ配信中。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。現在個人で VTuber として活動しております、プーチャロこと琥珀ひなたです。よろしくお願いします。いやー、声が枯れてます。ちょっとね、今週の今回のラジオはローテンションで行いたいと思います。ローテンションっていうか、声を張り上げないっていう方が近いのかな。テンションはいつもと変わらないけど、声を張り上げないというね感じで撮っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。今日はね、ちょっといつもと違う大人な雰囲気の琥珀ひなたも楽しんでいただけたらなと思います。ということで、今日は10月7日月曜日でございます。ひなたもね、先ほど大人なんて言わせていただいたんですけれども、10月7日は語呂合わせからね、キットカット大人の日だったりとか、大人ダイエットの日だとかがね、記念日としてあります。けど今気づいてしまった、ダイエットとキットカットって真逆に位置してるよなんて思いながらね、大人ダイエットの日とは何ぞやっていうのを調べたんですけど、忙しい大人が無理なく食事を楽しみながら健康になるために、食と健康を見直すきっかけの日らしいですね。だから大人のキットカットを食べても問題ないってことなんですよ。かっこ琥珀ひなたの持論。まあね、もちろん食べ過ぎは良くないけど、健康に気を使いつつも、たまにはねお菓子とかも食べつつ、無理のないダイエットねするのもいいのかなと思います。やっぱりね、無理にお菓子も一切食べないとかね、ご飯も食べないとかってやると絶対リバウンドするからね、やっぱ無理のないダイエットっていうところが大事なんだろうね。とか言いつつ、ひなたは過去にダイエットをしようってなった時に、中学生の時とかかな、もうジュースも一切やめて、お菓子も一切食べないみたいなことをしてたのね。続かないよそんなのって思う。じゃあ続いたんだよね。だからね、でも一回やってみるっていうのは大事だなって思う。で、ひなたのお家っておやつの時間とかなかったの。だからひなたが小学校の時とか幼稚園の時とかでも、いつでもお菓子が手に届く、いつでもお菓子食べれるよみたいな状態だったのね。だからお菓子を食べることが癖づいちゃってる。家に帰ってきたらまずお菓子の扉開けて、お菓子を取ってみたいな、冷蔵庫開けてなんか冷蔵庫の中から取ってみたいな、それが当たり前、習慣になっちゃってたから、その習慣を直せたことは大きかったんじゃないかなって思いますね。まあね、今でもね、暇になると冷蔵庫開けたりするんだけどね。なんかないかなって言って。ちなみにそのお菓子をやめる、ジュースをやめるでどれぐらい痩せたかっていうと、1キロも痩せなかったね。びっくりだよね。まあ確かにお菓子とジュースはやめたんだけど、カップ麺とかね大好きなの、ひなた。だから結局お菓子食べない、ジュースを食べないの代わりに他のものでカロリーをね補ってしまっていたんだろうね。まあね、正直ね、中学生とかなんてね気にしなくていいんだけどね、体重なんて。まあでも思春期っていうのもあって、やっぱ気にしてたね、ひなたは。はい、ここまでがひなたがダイエットをしようと意気込んでやった結果どうだったのかっていうところで、この今から話すのは、ひなたがダイエットのことなんて何にも考えずにとっていた食生活ね、それでどれぐらい体重が増えたのかっていうのを今から話しますね。これは高校生ぐらいの時だったかな。まあね、高校生だからこれも成長期だよね。そうだったんだけど、まあ、朝学校行く前にがっつり食べます。朝の通学中ガム食べます。ガムもね、この時グリーンガムに死ぬほどハマってて、もう1枚じゃない、何枚も食べる。しかもひなたはガム飲み込むタイプで、学校に着いてからもグミとかね、お菓子をたくさん食べますと。で、休み時間にコンビニに行くホットスナックを買って食べますと。夏だったらアイスも食べちゃいます。お昼ご飯も学食ご飯大盛りにしちゃいます。からの学校帰りにラーメン食べます。家に帰ってからも普通に晩ご飯食べます。もう男子高校生なのかなってぐらい食べてた。じゃあそんなに食べてさぞ太っただろうって思うでしょ。中学生の頃から何も変わらん。なんでなん、逆になんでなん。そう、そこからひなたは体重を気にして何をしようと変わらないんだと思いましたね。もちろんね、常にプラスマイナス3くらいはあるんだけど、それ以上の変化はないね。けどあれだよね、
ちゃんと摂取してるカロリーと同じぐらい消費カロリーがあるってことだね、きっと。まあ、ちょっとね、体重気になった人はでもまずやってみてほしいわ。ジュースやめるっていうのやってみてほしい。お菓子よりは気軽にできると思う。いくらスポーツの秋といえどさ、やっぱ運動とかは続けるの大変じゃん。どっちの方がいいんだろうね。習慣を新しく作るのと習慣を断ち切るの、どっちの方がしんどいんだろう。ひなたは割と習慣を作る方が苦手、断ち切る方が簡単。まあその辺も含めて向き不向きがあるんだろうね。やっぱりぜひね、自分に合う健康維持方法見つけれるといいよね。あ、そうそう、ひなたね、あのランニングマシン買ったって言ったんだけど、日常的には歩くために使ってて、健康維持のためには1日に8000歩、それくらいは歩いた方がいいらしい。でね、ママチャロがね、健康オタクなんだけどね、ママチャロ曰く自転車とかじゃダメなんだって。歩くってことにね、どうやら意味があるらしいです。まあでもね、確かに実際に自転車とあの歩くじゃあ使う筋肉全然違うもんね。ひなたちょっと前まで自転車移動だったんだけどさ、基本的に毎日とんでもない量の自転車漕いでたけど、旅行の時とかに歩くってなると使う筋肉とか違うからなのか、ちょっとしんどいもんね。体力あるはずなんだけどちゃんと疲れるもんね。だから歩くっていうことはね、大事らしいですよ。1日8000歩歩いた方がいいらしい。ぜひに意識してみてはどうでしょうか。最近ね、携帯とかにもね入ってるもんね、歩数計のアプリ。ひなた歩数計見るの大好きだからね、結構 iPhone のヘルスケアだっけ、お世話になってますね。みんなもね、スポーツの秋だからぜひ一緒に体を動かしていきましょう。どちらのちょこっとラジオ配信中。このラジオは聞いてくれている皆さんの提供でお送りしております。いつもありがとうございます。ラジオの前半、だいたい前半ね終わったわけなんですけれども、やっぱね、自分で思うんだよね、ひなた声を張り上げないと滑舌もあったか、気だるそうに喋ってるように聞こえない、大丈夫かな。これ月曜日のちゃんと吹き飛ばせてるかな、ちょっと心配ですね。心配な気持ちを持ちながらいつものコーナーに参りたいと思います。マシュマロお便りコーナー。プーチャロのちょこっとラジオ配信中では聞いてくれているみんなにお便りを募集しております。そして先週募集させていただいたテーマが、心に刺さった名言、そして普通歌を募集しておりました。お便り送ってくれた方ありがとうございます。ということで早速1つ目のお便りに行きましょう。プチャロお疲れ様、来週のラジオの名言のやつ送るね。配給の北信介のセリフです。反復継続丁寧は心地ええやがとても好きな名言です。自分は掃除が好きなのですが、なんで好きなのか分からなかった時にこのセリフを読んでめちゃくちゃ腑に落ちたので好きな名言になりました。毎日丁寧に生きたいって思ってる自分の座右の銘にしている言葉です。漫画を読むとより染みるセリフなので、読んだことなければぜひ読んでみてください。ということでお便りありがとうございます。配給読んだことあります。実はいや、染みるセリフ多いよね、配給すごく多い。名言のお宝箱ですよ、本当に。ひなたもね、スポーツ好きなんでね、刺さるものがありますね、配給。てかすごいね、掃除が好きなんだ、素晴らしい。ひなたも掃除好きになりたい。反復継続丁寧、ちょっと意識しようかな。心地いいならひなたにも継続できるかもしんない、ちょっと意識しようと思います。ということでお便りありがとうございます。次のお便り、こちらいつも配信楽しませていただいてます。テーマの心に残っている名言ですが、ことわざでもいいということだったので一つ選んでみました。僕の心に残っている名言は、人事尽くして天命を待つです。自分ができることを備えること、それ以上は手の及ばない問題だから受け入れようという心構えの言葉です。自分がどれだけ頑張っても外的要因でうまくいかないこともある、言われてみれば当然のことですが、自分の努力を忘れないようにという戒めも込めて心に刻んでいます。チャロにはいっぱい頑張ったけどうまくいかなかった、逆に頑張りがあったからこそ報われた思い出などはありますか、ということでお便りありがとうございます。確かにな、こう何かに一直線になってる時って当たり前のことに意外と気づけてないことってあるから、
この言葉は大事ですね。すごいな、心に刻んでる。すごいな。ひなた結構忘れてっちゃうタイプだからさ、心に刻んどきたい。ひなたが頑張ったけどうまくいかなかった、逆に頑張りがあったこそ報われた。そうだね。実はひなた VTuber を始めるまではなんか本気で頑張るとかってしてこなかった人なの。習い事とかもねいっぱいやってたし、その中で自分が好きなものとかも見つけられてたんだけど、こうなんか壁にコンって当たると、その壁を乗り越えるためにはどうするかっていうことを考えずに、壁にぶつかったらそのままクイーンって U ターンするみたいなそんなタイプなんです、実は。だからいっぱい頑張ってうまくいかなかったっていうのも、逆に頑張りがあったこそ報われた思い出っていうのも VTuber になってからしかないかもしれない。でもどうだろう、いっぱい頑張ったっていうにはまだまだ VTuber としての日も浅いし、まだまだ頑張りが足りないと思ってるけど、逆に頑張りがあったからこそ報われた思い出っていうのはたくさんあるかもしれない。なんだろう、割と頑張りが足りないからうまくいかなかったのかなって思うタイプ。わかる？なんかこのめっちゃちっちゃいニュアンスなんだけど、頑張ったけどうまくいかなかった、そこに行くための頑張りが足りなかったんかなって思うタイプ。わかるかな、このめっちゃ細かいけどニュアンスの違い。頑張りがあったからこそ報われた、これはいっぱいある。 VTuber になってからはチャレンジ歌枠とかもそうだし、この間のねマリオの配信もそうだし、頑張ってそれをやりきるって大変なことだけど、それをやりきった時はすごく達成感があるなって思ったね。はい、ということでお便りありがとうございます。次のお便り、初丸失礼します。格言とかはではないのですが、私の趣味はパチンコで、ある日 5万円負けて落ち込んでいたところ、会社の先輩がパチンコは一回転一玉で状況が変わる、諦めた時が負けた時だと言われて心にストンと落ち、以降この言葉を胸に前向きにパチンコを打っています。マイナス9万円。お便りありがとうございます。すっかりパチンコの沼に落ちておるマイナス9万円ってすごいな。プラスになることを心より祈っております。え、これって全部でトータルでマイナス9万円ってことなのかな、それとも直近でマイナス9万円になったってことなのか、そう、わかんない。パチンコって行ったことないから、どれぐらいのお金が必要なのかとか全然分かってない。大変な世界なんだな。お便りありがとうございます。次のお便り、子曰く、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。楽しんでサッカーしてただけなのに県の代表までなった時、この言葉を知って腑に落ちました。今では全てを楽しむことを座右の銘としてます。お便りありがとうございます。この言葉は初めて知った。確かに楽しむっていうのはね、めちゃくちゃ大事なことだよね。やっぱいやいややってるのと楽しみながらやってるのでは全然物事の進行具合も違うし、確かに楽しんでやるっていうのは本当に大事なことだね。楽しいこともね、一生懸命になりすぎたりするとね、いつの間にやら楽しむことを忘れてたりすることもあるけどね。一回まずじゃあ初心に戻って楽しむとこから始めるっていうのも大事なのかもしれないなって思いました。お便りありがとうございます。続いてのお便り、漫画かっこ映画アキラより手帳、金田さんをつけろデコスケロー、これでゴーシということでお便りありがとうございます。これね、多分そのままの意味じゃないと思うんだよね。名言としてピックアップするってことは、さんをつけろ、普通に先輩後輩のさん付きしろやっていうことじゃなくて、何か意味があると思って調べました。ちゃんと不良グループで、そのグループはさん付けを強制するようなグループじゃなくて、他の仲間を呼び捨てするのが普通だったチームなんだけど、決別するときに
3をつけろって言い放った。で、合ってんのかな？間違ってたらごめんね。あともうちょっとなんか深い意味がありそうだな。これは多分見ないとわかんないやつだな。ちょっとどんなシーンなのか気になる。セリフ調べたらいっぱいパロディみたいなのも出てきたから、めちゃくちゃ名シーンなんだろうなっていうことはわかりました。ちょっと気になるので調べてみようと思います。後でしっかりと。ということで、お便りありがとうございます。ちょっと今週ありがたいことにめちゃめちゃたくさんお便りをいただいておりまして、来週も引き続きこのテーマ喋っていこうと思います。一旦今回はここまで。はい、今日読めなかった分もね、来週読むので安心してください。他にも触れたいものいっぱいあるんだよね。ぜひね、自分もこれあるんだよ、これ聞いてくれ、この名言っていうのあったらね、まだ来週にも読むので、ぜひ送ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。いやけどね、面白いね、こうラジオのお便りくれてる方ね、ひなたに興味を持ってくれてる方だから、こうそんなみんなに何が心に刺さるのかっていうのが気になってね、今回のお便りの内容を募集したんですけれども、面白いね、知らない言葉がいっぱいあったひなたもね、どれもそれもこれもそれもちょっとね、大事にしておきたいなっていう言葉がねたくさんでしたね。ということで、お便りありがとうございます。プツルのちょこっとラジオ配信中では皆様からのお便りをお待ちしております。お便りはマシュマロ質問箱にて募集しておりますので、匿名でもね送れますので、匿名でもじゃない、匿名で送れますので、ぜひ気軽にね送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっとね、来週はちゃんと声を張れるようなね喉のコンディションにしたいですね。ちょっと病院もちゃんと行かないとなと思います。いつもよりもね少し短めなんですけれども、今日はねこの辺でおしまいにしようかなと思います。10月もね、あっという間に1週間が過ぎていきました。今週もね、みんな頑張っていきましょう。ということで、この音楽が聞こえてきたということは、今週もおしまいの時間でございます。ちょっとね、金曜日またチャレンジ歌枠もね再開したので、しっかり喉コンディション整えて出直してきます。ということで、今週も最後までね、ちょっといつもよりも声を張り上げてない分、もしかしたらローテンションに聞こえてしまったかもしれないんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。ということで、また来週お会いいたしましょう。以上、プツルのちょこっとラジオ配信中でした。またねー。